はい、今回はですね、はい、神奈川県の藤沢市にやってきました。来ました、はい、前から気になってた焼肉屋さん、ずっと言ってたよね。そう、うん、やっと来ることができました。はい、ね、ということで早速行ってみたいと思います。はい、行きます。おロース、カルビ、ハラミ、上身の塩タンでいきますか。特選サラダ来ました。あとビール、はい、キムチ来ました。これも結構辛いんだけど、甘いですね。美味しい。タレ結構とろみがあるわ。へえ。びっくりした。うん。タレ結構甘めなんだけど、すごく美味しいタレです。タレが甘め。そう、タレが意外。ありがとうございます。すごい、すごい。すごい。いい感じだね。最高。おー、美味しそう。いただきます。塩タン4お願いします。うん、ほんま、レモン入れてて美味しい。少し足してニンニクたっぷりでいきたいと思います。ここだよね、ニンニクたっぷり。美味しい。ニンニク。うん。夏に。
どうだろうなこれ。やってみよう。おいしいね。ハラミ焼いてます。うん。美味しそう。いい感じで焼けてるね。うん。これは美味しそう。甘めだから混ぜてみます。うん、これニンニク混ぜたらすごい美味しい。では、うん、ではちょっとニンニク入れていきます。沸かしてしまおうかな。そうだね。新たに来ました。本当になんか瓶ビールが似合う焼肉だね。このタレにはこのニンニクが合うってことが判明しました。うん。少し、コチュジャンのとかしてみます。コチュジャン。うん。今日のタレにはニンニクのが合うね。ロースだ。一番面白いのがポスター。めっちゃ出てるんだよ。何言っちゃってるか分かんない。言葉になると思うよ。これまた美味しそうだね。これは楽しみです。一気に全部いきました。なんだ、並びましたね。すごい弾力があって美味しそう。どう、この辺のね、なんかいい感じのお店やね。そう、本当に渋い。いい感じです。いい雰囲気。はい、このままでまず。コリコリです。今ちょっとタレつけてみるね。うん、美味しい。すごい。うん、程よい辛
の感じがお気に入りで。これはうまい。カルビいきましょう。うん、とにかくニンニクたっぷりめで。うん、かなり肉汁がすごい。なんか辛味よりも肉汁率が高い。ありがとうございます。すごい居心地いいな、ここ。なんだよお前この名前が。居心地じゃん。はい、食べてきました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もう外から見て渋いなと思っただけあって、うん、本当に渋い焼き肉。雰囲気もそうなんですけども、うん、味がね、とにかく美味しかったね。行き届いてる丁寧、うん、それでね、うん、あのタレが若干甘めなんですけど、うん、あれにまたニンニクをね、味わいがぐっとこう深まってね、深まってね、美味しい焼き肉がさらに美味しくなるっていう感じでしたね。あとコチュジャン、まああまり普段入れないんですけど、ね、メロンシート珍しかったね。そう、入れてみたらもう本当に美味しかった。それも、タン塩、塩タン、本当に美味しかったね。あれはそれ、胡椒が結構効いてたのと、レモンかなりね、絞ってギューっとこうね、うん、焼いてましたけど、身の、もうもちろん他のね、うん、あのロースもハラミもカルビもうまかったんですけど、うん、はい、美味しかったね。身のね、また、うん、ぜひ行きたいお店。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。